はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイ、またチューハイ。数量限定のキレートレモンサワーのコラーゲン 1000mg。果汁が10%でアルコール度数が5%。クエン酸が 2000mg と、ビタミン C が 300mg 入ってるらしいです。札幌です。原材料が、レモンとレモン果皮エキスと、ウォッカとコラーゲンペプチドと、糖類と炭酸と酸味料と香料とビタミン C となっております。このシリーズうまいんだよ、これ。俺酸っぱいの好きだから。これ酸っぱくて好きなんですよ。前、これの、普通のやつ飲んだけど、これうまいんだよ。酸っぱくて。キレートレモンサワー。これ個人的にはお気に入りです。で、甘味料が含まれてないっていうのも、非常にお気に入り。ポイント。ビタミン C とかアップとかの、もう、ぶっちゃけどうでもいいんですよ。ぶっちゃけそこら辺はどうでもいいんだけど、レモンの、酸味が非常によく出てる。果汁10%ですよ。レモンの果汁10%のチューハイなんて多分、ほぼほぼ存在しないですね。普通の、氷結とかの、レモン味って、あれ大体、果汁1%とか2%ぐらいです。で、ちなみに、こちら、じゃじゃーん、ビタミン C。これ、俺よくタバコ吸うんで、タバコっていうのはビタミン C を、破壊するらしいんで、ビタミン C 不足になるらしいんで、一応ビタミン C。そしてこちら、ビタミン B ミックス。DHC。DHC マニアだ、俺。こちら、国産パーフェクト野菜。これ DHC。サプリだとやっぱ DHC が非常に、あれですね。勝手なあれですけど、完璧。あ、吸って。あ、吸って。サプリメントの DHC は非常に個人的にはすごい好きな。ね、サプリシリーズ。これ国産でしょ？違うのかな？これ国産？書いてねえな。販売者が、株式会社 DHC。とは書いてあるんですけど、国産かどうかは書いてない。まあいいや。酸っぱい。あ、これ酸っぱい。酸っぱい。でも酸っぱいの俺好きなんだよ。すげえ好きなんだよ。ああ、酸っぱ。ここまで酸っぱいチューハイって多分ないですよ。いろいろ飲んできたけど。あ、キレートレモンサワーの？いろいろあるぞ。ブースト。5月8日から限定販売。まだ発売されてない。こちらが、キレートレモンサワーのストロング9。9%の、キレートレモンサワー。3月の19日発売。
まだ今、3月の10日なんで、あと9日後ですね。そして、キレートレモンサワーの果汁が、なんと20%。こちらも3月の19日に、リニューアル発売と。おお、気になるのがストロングだな。これは？お、さすが！でかした！これクストロング系によくありがちな甘味料が入ってない。甘味料が入ってるやつがすごいほとんどなんですけど、ストロング系で甘味料入ってないやつ。やった！これ買おう。これ3月19日になったら買おう。もうキレートレモンサワー大好きなんですよ、このシリーズ。札幌、よくやった。キレートレモンサワーシリーズはすべて、甘味料が含まれてない。で、ちょっとさらに気になるのがこっちがさっき言ったでしょ。果汁が10%なんですよ。なんとその2倍の、果汁が20%のレモンサワー。レモンチューハイで、果汁20%入ってるやつなんて多分、これだけでしょ。おそらく。おそらくこれぐらいだと思うな。もうだから10%も相当珍しいんですよ。レモンのチューハイの中だったら。確実に。あ、酸っぱい。酸っぱいの好きなんだよ。まあ、あと札幌のチューハイで行くと男梅サワーっていうのがあるんだけど、これが、ダメですね。これ甘味料が入ってる。男梅サワーの、アルコール度数が9%のやつは、甘味料が含まれてるんで、これダメですね。通常のやつはか、あの、甘味料含まれてないんですよ。で、さらに、男梅サワーの辛口っていうのが出るみたいです。これもアルコール度数が9%も出てんのか、これ。アルコール度数9%のやつで、こちらが、多分、甘味料含まれてると思うけど。あれ？あれ？乗ってねえ。あ、ありました、ありました。甘味料含まれてます。だから、男梅サワーシリーズだと、一番、アルコール度数の弱い。アルコール度数が5%の、やつは甘味料含まれてないんですけど、それ以外はもう全部甘味料含まれてるやつなんで、もう絶対飲まない。ああ、酸っぱい。で、あと札幌の気になってるやつは、これもう買ったんですけど、札幌のマグナムレモン。アルコール度数が12%。強炭酸。まあ最近の流行りのアルコール度数爆上げ戦法。こちらが、甘味料が含まれてない。アルコール度数12%のやつ。なんで、これはもう買いました、どっちも。レモン味とグレープフルーツ味、どっちも買ったんですよ。まだ飲んでないけど。アルコール度数12%で、甘味料含まれてないやつって、そんなにないような気がするんですよ。多分。
他にもですね、4月の1日から発売する、札幌レモンザリッチ、濃い味レモン。これは何でしょうかね。うん。アルコール度数5%。これもちょっと気にはなります。が、成分表が、あ、これも缶ミル入ってない。やったー、これ買おう。レモンサワー大好き人間だから、俺。レモンサワー大好き。だから、焼酎と、レモン 100% の、ねえ、なんていうの、レモン 100% のあれなんだっけ、なんだ、レモン 100% ジュース、あれなんつったっけ、あれはもう常備してあるんで、レモン 100% ジュース、ああ、このポッカレモンね。うん。業務用のポッカレモンですよ。720ml 入ってる、ポッカレモン。これはもう、もう冷蔵庫の中でもずーっと常に切らさずに、いますね。うん。これはもう、ものすごい汎用性がある。あと、炭酸水。うん。これも切らさないように。あとは、札幌のチューハイの99.99のクリアライム。あ、これも一応甘味料含まれてないですね。これのライム味。あれ、俺何飲んだんだっけ？レモン味とドライ味は飲んで、グレープフルーツ味飲んだったっけな。シークワーサー味もありますね。甘味料入ってないの多いな、ほんと。札幌のあれだな。札幌あれだな、ほんとに俺、チューハイはすごいあれだわ。札幌一強だわ。ほぼほぼ、札幌のチューハイって、で、え？あれなんじゃない？甘味料ほぼほぼ含まれてないんじゃん。あ、そんなこともない。リラックスシリーズは、リラックスってやつは全部含まれてますね。おそらく。あとこのスコール、愛のスコールのこのサワー系。これも大好きで。うん。まあ、ただ、アルコール度数が 3% のやつとかもありますんで、3% 以下は俺飲まないって決めてるんで、あ、でもこれも気になるな。札幌のナポリンサワー。いや、北海道限定発売。あ、北海道か。このナポリンっていうのがなんか、ジュースが北海道限定らしいですね。うん。ああ、でもあれか、札幌ビール、チューハイはすげえんだけど、エビスビールが、あれ？エビスの？なんだこれ？限定発売、4月の23日発売の復刻特製エビスだって、なんだこれ？あれか。現在のエビスビールの原型となった1972年のエビスビール復刻発売だって。あ、ちょっとこれ気になるね。うん。今のエビスビールはクソまずいんで、二度と買わねえ。
許さねえぞ。お、エビスのプレミアムエールなんても出るらしいな。これちょっとあれだな。今度買おう。もう発売してんのか。あ、もう発売してるくせえな。見たことないんだけど。ただし、俺あれ許さねえよ。エビスビールに関しては許さねえよ。俺は。あれの味の違いはもう許さねえよ。何年前だっけ ?2、3年前にあの、エビスビールあの、新しくして。いえ、あの、パッケージのデザインだけ変えて、味は全く、何もしないですよって。言って発売して飲んだらクソまずいっていう。クソまずいっていう、クソほどまずくはないんだけど。まあ、ぶっちゃけた話、これ、あの、昔の、前のそのエビス、まあ、パッケージ変わる前の比べたら全然違うんで。さすがにそこを許すことはできない。エビスビール、美味しかったんだよな。だから、まあ、今のエビスビール、は、あの、まずいんだけど、あの、昔の味に近いのがこのエビスマイスターってやつね。あの、高いエビスの、エビスマイスターってやつが一番あの、前のエビスのビールに近い。ただ実質、あの、エビスマイスターはエビスビールが高いんで、20円かそこら高いんで、まあ、実質値上げみたいな感じですね。あと札幌はあのビールの黒ラベルが好きですね。札幌のラガービールも好きだけど。うん。すごいな、でも。札幌あれだな。半端ねえな。いろいろ半端ねえな。まあ、でも、札幌半端ねえな。まあ、主にチューハイっすかね。チューハイあたりは本当にあの、札幌はほとんど甘味料含まれてなかったりっていうのが、割と多いんで。逆に言うと、あの、サントリーとか、あと、キリンあたりは、あの、ほぼほぼ、あの、甘味料だらけで、特に、あの、サントリーがもう、ものすごい。むしろ逆に、あの、入ってないやつが、探すのがめんどくさい。そっちの方がレア。あ、麦とホップの限定発売の、なんだこれ。本熟なんてのあるみたいな。麦とホップ。あ、また新しいの出たの。これ飲んでみたいなの売ってないんだけど。4月2日から新発売の、札幌本格辛口。っていうのが、第3のビールですね。出るみたいです。これも要チェックだな。麦とホップの本熟の飲んだことないな、飲みたいな、俺。まあ、限定発売だからこれやばいや。麦とホップ美味しいからね。うん。
これ、なんだ。これの、見たことないな。麦とホップ史上最も濃厚で、力強い味わいを実現するために旨味成分が多いカナダ産麦芽を贅沢に使用。通常の 1.5 倍の時間をかけて熟成した特別な麦とホップです。さあ、今だけの最高のコクをどうぞお楽しみください。アルコール度数 6% で長期熟成1.5%、1.5 倍。これは今、買いだな、これ。これ、見たことないけど、いつから発売してんの、これ。いつから発売してんだ、これ。最近キーボードがさ、麦とホップの本熟は3月の5日より、数量限定発売。今10日なんで、まだ5日しか経ってないんで、これあれだ。これ今度見つけ次第、買うわ。数量限定だから買っとかないといけない。最近ね、キーボードをね、新しくしたんですけどね、キーボードってさ、結構いろいろ違うんですよ。他のあれによって。なんかキーピッチとか、なんとかかんとかとかね、結構違ったりするんですけど、昔使ってたやつを新しく、キーボード買って、で、昔のやつ捨てたんすけど、白いやつね。エレコムのやつ捨てたんすけど、今の、さっきの、新しくしたキーボードが、どうにもこうにも合わなくて、で、この今見えてんの、これも3品目なんですよ、これ。新しいキーボードの合わないから別のやつ買ったんですけど、やっぱこれも合わねえっていうパターンで、今これ使ってるんですけど、すっごい使いづらい。ものすごい使いづらい。こちら。これ前、買った、新しく買ったやつなんですけど、このね、これ俺に合わねえんだ、これ。で、今日届いたのが、この今やってる、使ってるこのキーボードなんですけど、これ、バッファローですね。これはバッファローのやつ。違う。ダメだ。全然ダメ。やっぱね、キーボードってね、結構違うんすよ。
結局、この押し込む、こう押した時に、どれだけの、深みがあるかとか、大体普通のやつだと 4ミリなんですよ。押し込んだ時に、凹む、あれが4ミリならしいんですけど、この4ミリのやつが、ダメ。俺には合わないんです。で、すごい、キーの打ち間違いが多発して、これがエレコムの、これが4ミリの。4ミリ凹むってやつですね。押したとき。これダメなんです。俺に合わないです。で、俺が、昔から使ってたやつが、キーのその押し込む、あれが、3.8 ミリ。だから、違いはたったの 0.2 ミリなんですけど、これがまた全然違うんだわ。うん。使い勝手が全然なんか違うんだよね。で、ここにある今のやつが、これがね、キーの押したあれが、これなんですけど、これはバッファローのやつで、キーストロークですね。これは 2.7mm。2.7mm。一般的なキーボードだいたい 4mm なんで、ほぼほぼ凹まないやつ。で、あと、キーボードで俺絶対使ってるのはこれ有線のやつね。今無線が割と主流なんですけど、無線はもうダメです。絶対に許さん。マウスも無線はもうダメでした。有線、マウスとキーボードが絶対有線じゃないと、許せねえんですよ。絶対的になんか遅延があるんで。遅延もあるし、重たい。中に電池が入ってるんで、重いんです。で、俺が今使ってる、マウスはこれ、こちら。これ Amazon の、Amazon のブランドの、マウス。有線マウス。まあ、これはすごい、軽いんで、まあ、値段500円ぐらいなんですよ。500円から1000円ぐらいなんだけど、すごい、軽くて使いやすくて。まあ、そうだね。結局マウスは、無線のやつだと重いんですよ。電池入るから。まあだから、うん、まあマウスはまだあれとしても、キーボードはもう全然違う。で、実質使ってみないとわかんねえんだよな、これな。1ヶ月ぐらい使わないと、わかんなかったりすんねん。うん。キーボードは本当に使って1ヶ月ぐらい使わないと分かんないこと結構あったりするんで、昔のやつを買い直すって方法もあるんだけど、ただ今使ってんのが Windows 10なんで、 Windows 10に対応してるのかって話なんですよ。 Windows 7、前の7は使えたんだけど、10だと使えねえんちゃうかっていう。
まあ、のもありますね。で、あとこの皆さんよく、これサランラップだろうとか言う人いますけど、これサランラップじゃないです。これちゃんと、Amazon で、キーボードカバー。これ1枚、1000円ぐらいするやつ。これなんであるかっていうと、俺がよくタバコを吸うので、タバコが、ここら辺に、キーボードの隙間とかに入るのが嫌なんで、うん。まあ、それに加えて、基本的に、酒とか飲んだりするのはここなんで、飯食うのもここなんで、スパゲッティのパスタとか、食ったりすると跳ねて、こう、くっついちゃうんですよね。それが嫌なんです。で、このパソコンのモニターがこれ、ソーテック。ソーテックってモニターでよく突っ込まれるんですけど。これは10年以上前のモニターを使ってるんですけど、一向に壊れないし。一向に壊れないので、俺が初めてパソコン買ったのが、ソーテック、だいたい20歳ぐらいに買った。20歳ぐらいだったかな ?19 か、19歳ぐらいか。そんぐらいにパソコン買ったんですけど、その時に買ったのがソーテックの、パソコンで、まあ、モニターのこの付属したパソコンなんですけど。基本的に家から、パソコンというかノートパソコンじゃないんで、まあ、ノートパソコンはやっぱほら、学校とかにさ、大学とかにさ、持ってったりするっしょ。俺基本的にそういうのないんで、全部デスクトップなんですけど、まあ、やっぱデスクトップのメリットって言ったら、部品が交換できることですよね。例えばノートパソコンで、水、お茶こぼして、このキーボードがダメになったとしたら、もう本体自体、ね、本体とくっついてるわけだからね。うん。あと値段も安い。スペック的に考えれば明らかにデスクトップの早い、安いし。で、まあ、あとその、モニターとかがね、また、まあ、壊れたりしたら、そのモニターだけ交換して、まあ、使えるっていうメリットがあるんで、まあ、基本的には、ほぼほぼメリットしかない。デスクトップはメリットしかないですね。うん。だから、中のこのデスクトップの、最近その、パソコン新しくしましたけど、もう自分で変えられるからね。デスクトップだったら、例えばメモリ増設したかったら、ねえ、ちょっと、メモリだけ買って、それではめればいいだけの話なんで。まあ、もしくは、グラボとか、グラボをちょっと、高いやつ買いたいなとか、ゲームでちょっと、高いやつ、ねえ、買いたいなってなったら、買えられるし。もしくは電源とかがいかれて、
ぶっ壊れたら電源部分だけ交換すればいい話なんで。ねえ。そういえば最近のニュースで見たのが、ノートパソコンのスーパーハイスペックで60万円ぐらいするって、まとめブログに載ってましたけど。れ、デスクトップだったら、間違いなく半額以下ですね。同じ構成にしても、半額以下でしょう。30万ぐらい買えます。だからデスクトップで今のところ一番高いやつって言って30万、30万ぐらいはもう最強じゃない？多分。一番高いのでも30万。するか。30万ぐらいするか。でも、その多分ノートパソコンよかは、おそらくスペックは間違いなく、上でしょうね。主に、BTO パソコンっていう、自作の知識はないんですけど、パソコン自作するほどのその知識持ってないけど、BTO パソコンは、その自作の代行してくれるようなもんですよね。配線とかほら、いろいろあるじゃん。だから俺はもう、自作はできねえんだけど、BTO パソコンが一番コストパフォーマンス的にはもう一番やっぱりいいなっていう。今使ってるパソコン新しく変えたやつは値段だいたい、13万円ぐらいか。13万ぐらいですね。それにグラフィックボードが1万7000円か6000円ぐらいですかね。GTX の 1050T を買ったんで、だいたい、えー、10、で、1万、1万6000円ぐらいかな。圧倒的にそこら辺の例えばの話、ヨドバシカメラとかでさ、売ってるさ、パソコン、バイオとかさ、あるじゃん。に比べるとはるかに。BTO の方が安い。最近SSD も導入しましたからね。C ドライブに SSD の 480GB のやつをつけて、D ドライブに、2テラのハードディスクをつけたんですけど、正直今は SSD 買ったことは若干後悔してますね。SSD はちょっと値段が高い。早い代わりに値段が高いのですね。だから 2TB 買って 1TB を C ドライブに入れて、D ドライブに 1TB。1TB1TB でパーティション分けて使った方が、SSD よかは全然いいかなと。SSD480GB ってちょっと少ないな。やっぱり、早いっつっても、もうそんなさ、早いとか、あんまり気にしねえんだよな。そんなに俺気にしねえからな。
確かにパソコンの立ち上げの時はすげえ早くなりますよ。ものの10秒ぐらいで、立ち上がりますからね。電源スイッチを押して。再起動とかも10秒ぐらいで終わるしな。まあいいや。コク。いや、このキレートレモン、うまいわ、これ。これ美味しいっすね。甘まあ、これ美味しいっす。2344です。ご視聴ありがとうございました。